斉藤先生、斉藤先生、白レンズ4本売れちゃったらしいじゃないですか。いや、白レンズ4本売ったってなかなかですね。またちょっとあの別枠で報告お待ちしております。別枠で。<laughs> まあまあまあ、あの今月のねあの、まあ来、来年でいいんで、はい、来年でいいんであの、白レンズ4本はすごいですね。<laughs> 白レンズだ10万ぐらいの価格ですよね。まあ10万前後、もしうん、すごいと思います。日本おかわり仕入れた。 あとなんかフォローしてみてフォローしてたフォローしてくれたのかなまああのちょっとね、えー、すいません今月は結構そのドリームアカデミアのセールスにも一点張りでやるんでまあ来年12ヶ月2ヶ月かけて大々的にこのドリームアカデミアのね枠を変えていこうかなと思ってるんでまあそのまあ今年中にまあなんかこういう感じでっていうご提案はお送りします今年中に、はい、まあ急ぎじゃないんで。 今年今もうすでにね講義はあるんでその作りここの講義の付け加えとここの講義をちょっとあの音声の部分もあるんでそこをちょっとここ修正してもらえますかみたいなご提案をちょっと出しますんでご協力お願いしますはいいや今年も終わりますけどねそう早いですねうんでもね斎藤先生もね 多分自分がこんな未来をなってるとはね、多分僕のね、あの、コザくんのカメラ店、あのね、カメラ転売のセミナー映像は999円で販売したじゃないですか。結構多分ね、5、60人は買ったと思うんですよ。999円の商品。で、まあ僕は報告随時もらってるのは斉藤先生しかいないので、まあ、60分の1ですけど、多分ね、同じ商品、まあ、斉藤先生もね、 あの最初僕のセミナー映像をただ見てる時期があったわけじゃないですか今こんなんなって白レンズをね普通に売りさばいてる自分っていうのは多分イメージできなかったと思うんですよ絶対にあそうそう斉藤先生もうこの動画で今思いついたちょっと音声対談お願いします音声対談お願いしますそう,そう思い出したそうすいません僕あのやりながら思い出すタイプなんですけど <laughs> じゃあ音声対談をちょっとお願いしますはい 日なるはやでお願いします。<laughs> なるはやで、えー、この1週間以内でちょっと撮りたいのであのもし空いてる日あればちょっとご連絡ください音声対談お願いしますだから、まあ、そうそうそ,うそのセミナー映像を見ててその自分がねカメラでこう,こう収益が出せるっていうイメージ全くできなかったと思うんですけどそのなんでそういうふうに今未来が変わったのか人生変わったのかっていうところで。 多分もう白レンズもこの4本とかこう売り買いできるわけじゃないですかだからあとはもうほんと単価はどんどん上がっていくんであとサイクルも合わせれば30とかもう普通にいくと思うんですよ単純に、うん、あと評価も必然とどんどん上がるし、うんまあ、あとね機材も仕入れて今よりかっこよくね写真も撮れるわけですから,、うん、だからまあ収入は間違いなく上がるしかないですよね だからまあ来年は本当にね斉藤先生はカメラ転売で30はいけると思いますけどねうんまあ今月もしかしたら白レンズ4本売ってるんで30いくかもしれないですけどうんだからそのドリア化の講義の中でそのカメラ転売で固く現実的に30みたいなまあその、えー、信者 S さん信者 S さん100万いってますけどまずカメラ転売で30っていう硬いところ でそこでまあ作り込もうかなっていうだから、えー、軍資金なくてもお金を作る、まあ、トップバズなり、えー、不用品転売なりで軍資金作るでその軍資金をカメラで回して30万を安定的に稼げるようになるでそしたら情報発信するのかなんだあカメラ転売で100万目指すのかどっちでもいいですよと、うん、だから僕がそうそうその、まあ、信者 S さんですね に言ったのが当時か彼があの副業で副業で会社員勤めてて副業で30万カメラ転売で稼いでいてでその時にコンサルというかねした時にどうしたら売上が上がりますかっていうのを聞かれていやもうすでにね、まあ、あの会社で働きながら30万稼いでるんだったら単純に会社辞めればすぐ2倍3倍になるよと。だって今会社で8時間9時間、ねまあ、あの移動も。 含含めめたたり準備とか含めたり12時間ぐらいは会社のために時間使ってるわけだからその12時間が全くなくなってカメラに一点張りにしたら売り上げ絶対2倍にできるでしょう3倍にできるでしょうっていう話をして彼は会社を辞めたわけですよねで辞めて12か月後もう100万いきましたねうんだって実際そうじゃないですか本当に時間をどこに割くかだけですからそんなのはあとはうん な感じですよねだからあの30万のカメラ転売で稼げる副業で稼げるスキルがあればあとは時間を増やせば100万はいくんでやること変わんないですから、うん、<laughs> 僕はそう思ってますし実際事例も見てきてるしドリアカではまあそういうふうにやろうかなとだからあー斉藤先生とね今度またそのカメラカメラのね転売のこの実際にこのなんだこのレセプションじゃないな なんか教室カメラ転売教室みたいな実際に実機でこう僕もこれ持ってるんでこれでと撮るみたいな <laughs> 撮り合うみたいななんかそういうのをねあやりたいなと思うんでうんだそれがねやっぱね情報発信がなかなかできないっていう人は、まあ、いいんじゃないかなっていう本当ね僕カメラ実際に買ってちょっとすみません長くなってますけどカメラ買って思ったのが本当にカメラ市場っていうのはこれから絶対伸びるし絶対100%伸びるし中古市場絶対盛り上がるんで これからもうキャノンもソニーもバンバンだからアルファ6400500とかすげえサイクルで出しましたからねあれもう早くねみたいなだから今度フルあ,あ多分来年はオリンピックの年なんで必ずキャ僕が予想してるのはあのキャノンの,あの古い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 ,古い,古いあの,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 あの今 EOSR 出てるんですけど EOSR と EOSRP か。 で多分もう一個出してくると思うんですよ。多分。オリンピックに向けて。そうソニーさんはもう結構その出し尽くしてる感あ,るありますけど、多分ぶつけてくると思うんですけど、またオリンピックに先駆けて。うん多分もう新商品ラッシュですよ。本当に。これからは。だら新商品が出れば、新商品が出るから、中古市場もこう回転できるわけじゃないですか。だからまあ、今後。 ユーチューバーの存在もありますけど、あとインスタの存在、ユーチューバーとインスタの存在ですよね。やっぱここのパワーが圧倒的に強いんで、で、ユーチューブになりたいっていう人、みんな一丸でつから、<laughs> お決まりのパナソニックの 5H、H5、5H <laughs>、みんな買ってますから、20万の。でパナソニックね、あれねあの、10万円キャッシュバックしてますからね、今。あれ前の新商品じゃないけど、 あのパナソニック確か10万円キャッシュバックしてるんですよだパナソニックもね多分またぶつけてくると思うんですけどね十万円あルミックス年末キャッシュバックキャンペーン最大10万円還元とはいそうこう GH5 か GH5 昔だけどこれも入ってるらしいですからね GH5 はキャッシュバック1万5000円か、うん、多分ね今度 GH6 出すと思うんですよねまあ絶対出ますよね GH6 絶対来年来年ぐらいに出すには GH5 出てから結構経つんでまあその上位モデルとして GH5S かななんか出しましたけどそのプロプロみたいな GH5 ののなんか GH5 のプロ版みたいな出したと思うんですけどまたまあ GH5 多分 GH6 出る出ますよ絶対出るうんうはいまあそんな感じでうんあっ GH5S かこれが新しくあの でもこれも一1年経ちますからね GH5 が出て GH5 が2017年なんでもう3年ぐらい経つわけじゃないですか多分 GH6 出ると思いますねうーん GH5S が去年の1月うーん多分 GH あ,あどうなんだろうなでも GH5 は結構ずっと売れてるから新商品出さないでこのままちょっともうちょっと売るかもしれないですねはい まあちょっといろいろとぼやいちゃいましたけど、本当、カメラはね、マジで熱くなりますから、僕もね、カメラ転売をちょっと押そうかなと思ってる理由が、本当にね、自分が使って分かりました。で、実際僕もメルカリでね、評価ゼロでレンズ売って、もう秒速、秒速まではいかないですけど、すぐ売れたんで、<laughs> これすげえな、みたいなね。ん <laughs> な感じで、あのー、ちょっと斉藤先生、来年ちょっと盛り上げていきましょう。オリンピックもありますから、オリンピックもあるんでね。 そうであとねあの僕本当にカメラに興味持ってカメラに興味持ってカメラの転売でも利益上げつつ実際そのインスタとかも始めればその写真にもね綺麗な写真を撮るっていうとこにも興味持ってもらうとネットビジネスの集客のとこにも生きるんじゃないかなっていう僕もやっぱ一眼レフで写真撮るようになって綺麗なやっな写真撮れるようになっ,てなったんでやっぱ必然とフォロワー数増えるし。 いいね数増えるわけですよやっぱ質感はねやっぱ、まあ、今の iPhone11 もねすごいですけどやっぱね一眼の質感っていうのはねうん iPhone のポートポートなんちゃらはなんかねなんかデジタル感やっぱ出るというかまあわ分かんないっちゃ分かんないですよ分かんないっちゃ分かんないけれどもなるなんか一眼の味があるわけですよ。そそれはそうでですすだだってこんけけレンズあるわけですから <laughs> ね、iPhone のレンズってこんなんじゃないですかやっぱやっぱね違いますよなんかうんはいということでもうカメラ談義ねもうカメラ談義でもできんじゃないかなと思うんですけど、ね <laughs> はい、まあそんな感じで来年ねちょっとね楽しくなんかそういう勉強会みたいなのも僕やりたいなと思ってますんで是非ご協力いただけると助かりますはいでは報告ありがとうございます